あれ僕の時代は誰の器がでかかったんですか。館長ですか、谷川さんですか。石井館長、谷川君の力も受けたんじゃないかね。だから谷川君が格闘技通信の編集長っていう立場で、石井さんの影を隠しながらいろいろな他団体に声かけて引っ張れたっていうのもあったんじゃないかね。お金の切り方も谷川さんとかってなんかこう出すときは出すじゃないですか。こう今の格闘技でもそうじゃないですか。だから昔所秀夫っていう選手を発掘して、当時シュートっていう団体でブラジル人のチャンピオンがいたんだよね。でそいつを所でやることになって、ところ買ってずーっとギャラが 100万とか150万とかこんなもんでやって、うん、でそれからやりホイスだなんだってやってる結構前線したりとかして、うん、で行った時にちょっと谷川捕まえてギャラ上げてやるからなって言ったら谷川が出てきて、うん、谷川君ところのギャラ400万にしちゃってよって言ったら、あ、いいですよと。いいですよ。多分あの人計算しないですよね。大雑把ですよね、うん、だからある意味面白いんだろうな。ちょっとね、どんぶり感情すぎたよね。そうっすよね、はっきり言って。やっぱ今のライジンでももらう選手はもらうじゃないですか。ライジンも相当どんぶり感情だと思うよ。まあ、ミクルはこれだけって言うでしょ、うんうん、この間のありえないじゃん、なんか、まあ、結構考える選手出てきましたけど、当時あんまり考える選手はあんまりいなかったかもしれない。いかにどうすればこう注目を浴びるかとか、どうすればこうお金を稼ぐ方法があるかなってことはやっぱ絶えず考えてたんで。そうだよね、そういう意味では今工事なんてうまくやってますよね、うん、あれは すごいね。でもそんな実力ないんかなと思ったら、なんかこうやって打たして打たして溜めて、もう最後の5秒10秒で KO して勝っちゃうとか。ああ、だからこの間アメリカでやったメイウェザーのお気に入りの選手とも倒されるかなと思ってたんですけどね、うん、倒されずに3ラウンド頑張ってこう根性はありますね、あれ、うん、気合と。でもあんなでももうボコボコ打たれて、あれ現役終わった後大変でしょあれ。まあ今んとこ全然平気なんですけどね、まあ、ドランカーとか大丈夫ない？全然大丈夫です。全然大丈夫、はい。